人より睡眠時間が長いのですが、原因が分からず病院に行かなくても自分で判断できる方法ってありますか成人に推奨できる睡眠時間というのは、4時間から9時間であり、正常の一部のバリエーションの時間というのは9時間です。本当は何時間寝るのがあなたにとって正しいのか ?52 歳ですが、細切れの睡眠は 病院に行った方がよろしいでしょうか細切れの睡眠でしんどいわーって困るわーっていう状態だったら一度相談してみられる価値はあるかなという気はしますけれどもね。50歳を過ぎると、まあそれだけで実を言うと気がついてないだけで睡眠って結構細切れになっています。実は健康的な方はですね、特に睡眠の病気を持ってない若い方でさえ1時間に10回近くは目が覚めてますね。 年齢が上がってくるとその回数が増えてくるっていうことと一回目が覚めた後で寝るのに時間がかかるんですよ若い時って目が覚めてもすぐ寝ちゃうんで目が覚めたことに気がついてなくて満足度も下がらないんですけど年齢が上がってくると覚めた後で23分とか寝るのに時間がかかったり場合によってはもう一回寝るのに10分かかったりとかして満足度が下がってくるのですごいこうぶつ切りになりましたっていう風に感じることもあったりします、まあ、年齢が上がるとね満足度が下がるというのがあるのであまりそれがひどいようだったら中途覚醒後の再入眠がスムーズになるように治療を検討するっていうことも あるんですけど、52歳で、もしこの方が、いびきが大きいんだったら、その細切れ睡眠の理由というのが、臨時無呼吸症候群の可能性がゼロではないので、そこも含めて困っているようだったら、一度専門医を訪ねいただくのも良いかなという気がします。睡眠時間6時間前後ですが、血圧が自宅で測定してやや高めになっ 少し心配ですと睡眠が足りない中で高血圧予防のためできることをアドバイスいただきたいです。筋トレだけででなく有酸素運動をしした方が良いでしょうかと高めというのはどういうぐらいのレベルの高めなのかにもよると思うんですけど130の80代ぐらいだったらそもそもが測定を続けるだけで十分なのではないだろうかという気がします。 がしますけれどもね、いろいろやりたいのであれば、 電源にちょっと努められて、汁物の汁を残すとかですね。お漬物とか、振りかけとかを若干控えるとかですね。その辺のことを気遣いされるということで、良いのではないかな、という気はしますけれどもね。すごく重要なことなんですけども、我慢して睡眠時間を変えていらっしゃるような方なんかの場合には、血圧上がることを心配しなければいけないよ、ということはあったりとか、睡眠時無呼吸症候群を重症度が高い方を放置しているということも、血圧上がる。 可能性があるんですけどちょっと眠れないなっていう感覚がある方が睡眠時間を延ばさないと血圧が上がるんじゃないかっていうふうに必要以上にねあの心配されることは逆効果であることが多いので測定だけ続けておいてあとまあ基本的には少し辛めのものを控えておくというぐらいでいいんじゃないかなという気はしますね。はい、あとあったかくしておいててててくくださいい寒くなっっっ上がってるっていうただそれだけのこともあるかもしれませんのでね。のの動画60代の の女性ですが若い頃から不眠でハルシオンデパスなどを状態に応じて服用してきましたここ数年特に不眠がひどくなり現在 ニトラゼパム 5mg3 錠クエチアピン 25mg1 錠を処方されています相乗覚醒がひどく便ゾ系にも不安がありニトラゼパム1錠をデイビ後 5mm1 錠に変えたところますます眠れなくなってしまいましたどうしてでしょうか デイビゴを希望しているのですが、ニトラゼパムをデイビゴに変えたことの結果ですよね。まあどちらかというと、デイビゴを始めたということよりも、ニトラゼパムを減らすペースが早かったんじゃないでしょうか。やっぱり ベンゾジアゼピンはベンゾジアゼピンなので半腸っていう現象が起こると思うんですよまあ、全体から言えば3分の1程度だとは思うんですけどそれでもちょっと早かった可能性が高いかなというふうに思うのとやっぱりあのニトラスボンってあれで20時間以上効いている中間作用型のお薬なのでデイビゴ5ミリグラムだけだとちょっと と、正直、中途覚醒とかは増えるかもという気はしますけれどもね。減量ペースをもうちょっとゆっくりにしてみられるということと、デイビゴで行くのであれば、デイビゴの量はまあ 10mg でやられた方が僕はいいのではないかなと思うんですけど、最終的には主人の先生とご相談かなという気はします。人より睡眠時間が長いのですが、原因がわからず病院に行かなくて、 ても自分で判断できる方法ってありますかまた家族の理解がなかなか得られないんですけれどどうしたらいいでしょうか人より睡眠時間が長いというのは何時間睡眠のことをおっしゃっているのかっていうのをまず知りたいです。 人より長く寝ているんですという言葉は、質問してくださった、あわさんのことを信用しないわけではないんですけど、人より長く寝ているという、人より長いというのが十分だとは僕は思わないっていうのが基本的なスタンスなんですよね。ご覧いただければと思うんですけども、成人に推奨できる睡眠時間というのは、7時間から9時間であり、正常の一部のバリエーションの時間というのは10時間です。10時間は正常上限プラスアルファ程度です。 10時間はまだ正常の範囲内ですよ。ちなみに、下の方を見てください。6時間は10時間睡眠と同じ程度の異常です。あなたが言ってらっしゃる人より長いというのは何時間睡眠のことでしょうか正常な睡眠時間のことですかね ?10 時間睡眠はまだ正常の一部です。人に理解してもらえないとおっしゃる方の中には、自分自身の睡眠時間に対して理解、本当はできてない方っていうのが、 実は少なからずおられて、7時間ぐらい寝ないといけないんです。人より長く寝ないといけないんですっておっしゃってる方がかなり多かったりとか、まあもうちょっとマシなレベルで言っても、8時間寝ないとダメなんて、私ってあのパフォーマンスが低いんじゃないですかとかね。そんな風に捉えてらっしゃる方とかが結構おられてたりとかするんですよね。8時間睡眠なんて正常のど真ん中ですから。 本当は何時間寝るのがあなたにとって正しいのかとか、人と比べて何か意味があるのかっていうことはまずよく知っておかれた方が良いかもしれません。 もし仮にね、この方が毎日12時間寝てるっていう方だったらごめんなさい。それは病気の可能性がありますので、そこはやっぱり睡眠の専門をよくきちんと尋ねられた方が良いかもしれません。家族の理解がなかなか得られないというのがちょっとどういうことなのかなんですけど、睡眠時間が家族が思ってるよりも長く必要ということなんでしょうかね。 もしそうなのであれば、どの睡眠時間であるにせよ、それはそれで睡眠専門医を訪ねてみられて、正常な睡眠時間と、今のご自分自身の睡眠時間について、長く必要なんだったら長く寝ないといけないのは、科学的には当然のことですし、長く寝ているつもり、長い時間というふうなものについて誤解があるのであれば、 それは誤解なんじゃないですかっていうふうに専門家から言ってもらうっていうことも大事なんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱり家族の理解が得られないということだったら、そこはきちんとお医者さんに意見を聞いてみるっていうのも大事かなという気がしますね。厚木ま彦の動画。友人が飲んでも睡眠障害なのですが、あまり薬を飲みたがらず、将来的に認知症やパーキンソン病になるようで、とても落ち込んでいます。 どんなアドバイスが適切ですかデブ睡眠行動障害ですかねきちんとお話をしましょうね。おそらく今言ってらっしゃること、パーキンソンとかっていう話をされてたので、これはデブ睡眠行動障害と言われたっていう話ではないかなと思いますね。この機会などはきちんとお話をしておくと、デブ睡眠行動障害を含めて、寝ている間におかしな行動をとってしまうもののことを、睡眠時随伴症とか、 パラソムニアっていう風うに言うんですね。それの中に大きく分けて2種類あるんですよ。それがリム睡眠から起こるパラソムニアと、 ノンデム睡眠から起こるパラソムニアっていうのがありまして、デム睡眠から起こるパラソムニアっていうものの中に、デム睡眠行動障害といって、夢を見ながら暴れるという病気がありますね。ノンデム睡眠パラソムニアっていうのは、基本的にはこれ、寝ぼけのことです。代表は、無遊病とか、子供に見られる野狂症とかがそういうものですね。正確に言えば、寝ているわけではなくて寝ぼけている状態なので、ノンデム睡眠パラソムニアっていうのは、 ボケーっと目を開けた状態で、ふら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 と歩き回ったりとか、目を開けた状態でギャーって叫んだりとかするっていうのが特徴だったりしますし、逆にレム睡眠だから起こるレム睡眠パラソムニア、中でもレム睡眠行動障害といって、夢を見て暴れる病気っていうのは、基本的には夢を見ながら寝ている状態なので、目を閉じて、夢の内容をそのまま行動として表してしまうことができるようになってるっていう病気なんですね。 パーキンソン病になるかどうかという話なんですけれども、まずここに大きなポイントがあって、何歳ぐらいのレム睡眠行動障害なのかなんですよ。65歳とかのある程度のご高齢の方が初めてレム睡眠行動障害になってきました最近ということであれば、 それは基本的には脳幹の一部がちょっと早く老化してきたっていうね、脳の中心部分にある脳幹っていう部分が早めに老化してきたっていう意味であって、その方の中にはパーキンソン病とかレビー小体型認知症っていうふうなものの始まりのサインとしてリム睡眠行動障害が 現れてる方っていうのが混じってるというそういう考え方があります若い方の場合には必ずしもそうではなくてまあ、例えばなんですけどナルコレプシーっていう眠くて胃眠りを繰り返すような病気がある方だったら 別に、パーキンストン病とかにならなくても、レム睡眠のコントロールが苦手になってるっていうことから、レム睡眠行動障害を起こしたりとか、お酒の影響だったり、薬の影響だったり、そういうふうな事柄で、レム睡眠行動障害もしくはそれに似たような状態を起こすっていうことがあったりするので、年齢がおいくつなのかによって、まずきちんとその辺は、 パーキンソン病みたいな病気になりやすいかどうかっていうのには違いがあるっていうことはしっかり抑えておかれた方が良いのではないかという気がしますね。レム睡眠行動障害でご高齢の方であったとしてもパーキンソン病とか認知症になると限ったわけではありません。別の言い方をすると150歳まで生きたら全員何らかの認知症とか何らかの神経平成疾患パーキンソン病みたいな病気にはなるという話もあるので それが人よりもリスクが上がるっていうふうな考え方であって自分がなるというふうに別に思う必要はないですよ。基本的にはそうなった時に早めに見つけてもらって早めに対処してもらえる可能性があるので経過観察はしっかり続けておきましょうよというふうにお話をしてあげるというのが大事かなという気がしますけれどもね。はい、ありがとうございます。